はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はね、お祝いにお花を贈りたいんだけど何を贈っていいかわからないという方のために、僕から皆さんにアドバイスを贈りたいと思います。はい、結論から言ってしまうと、はっきり言ってどんな花を贈ってもいいんですよ。あの、皆さんのね、気持ちなんで、どんな花を贈ってもいいんですけれども、ただお祝いにもいろんなね、お祝いがありますよね。開店祝いとか、出産祝いとかね、新築祝いとか。まあ、そのお祝いによって、まあ、例えば向こうがね、喜ぶお花っていうのがあるので、まあね、こんなものを贈ると喜ばれますよっていうね、アドバイスをこれから皆さんにしていきたいと思います。はい。まず、よくあるお祝いに開店祝いがありますね。開店祝い、じゃあどのようなお花を贈ったらいいのか。これはですね、そのかどこに置くのかによってだいぶ変わってきます。まず店の外に置くのか中に置くのかによって変わってきますね。外に置くお花によくあるのが、よくスタンド花と言われているお花ですね。あの、大きいお花で上に札が立ってるのよく見ませんか。あれに関しては、ここにお店がオープンしましたよ、今日オープンしましたよっていうのを道行く人に知ってもらうには最高のお花です。ただあのお花に関してはもうね、その日だけって考えた方がいいです。例えばね、よくね、2、3日ね置いといてもらえたらってね思っている方も多くいらっしゃるんですが、あのお花次の日になると結構痛みます。なので、まあ、せっかく開店した お店なのに、あの、すごくボロボロになったお花が置いてあると逆効果になってしまうんですね。なので、もうあれはね、その開店したその日綺麗だったらいいという考えでお送りになるんだったら最高のお花ですね。あと、お店のね、中に置くお花、じゃあこれは何がいいのかというと、もうこれはですね、またね、2つに分かれます。長く飾るのか、まあ、開店の時に飾りたいのかによって変わってきます。例えば開店から数日間華やかだったらいいよっていうんでしたら、やっぱフラワーアレンジメントをね、送るのがいいと思います。もうあれはね、本当にこうお店の中華やかになりますから、とってもいいんですが、やっぱりね、お花どんなに長くフラワーアレンジ長く持っても1週間なんですね。なので、まあ、やっぱりそれ以上長く持たせたいよっていう方には、このフラワーアレンジメントは向いてないです。あと、ランの鉢とか観葉植物をね、贈る方もいらっしゃいます。で、観葉植物とラン鉢ですと、やっぱりね、ラン鉢はだいたい一月ぐらいこうお花が置いてあって、だんだんやっぱりお花が傷んでいきますから、一月ぐらい経ったらこう片付けてしまうような形で、観葉植物ですと、もうね、もうずっとそこのお店に置いとけますので、だいたいまあ1年とかね、2年とか、よっぽど枯らしちゃう方は枯らしちゃいますけど、普通に管理して育ててあげれば1、2年とかはいるんで、まあ、そのぐらいのスパンでね、置いてほしいよっていう方には、そのような観葉植物がいいです。はい、ここね、ただね、開店で気をつけなければいけないのが、まあ、そのお店じゃないですか。だからやっぱりお店ってスペースがいろいろと考えられてるんですね。だからこのね、オーナーさんが考えたスペースの中には、例えば回転花が来たお祝いのお花がね、ここにあってっていうことを考えてる方はほとんどいらっしゃらないんですね。なので、このお店を例えばこう効率よく回すためには、割とそのお花っていうのが邪魔になってしまうんです。だから、さっき言ったね、長く持たせたいっていう考え方が、相手のね、お送りする相手のオーナーさんが、例えばそういうものが欲しいっていう希望をされてるんでしたら、とても良い贈り物だと思います。ただ大体はそういう感じではないので、もうやっぱり切り花とかで1週間ぐらいでね、撤去してしまうものとか、また乱鉢でね、1ヶ月ぐらいで撤去してしまうものとか、まあそのくらいのスパンで考えていった方がいいと思います。特にお店でもね、広いお店だったら、そのランバジの1ヶ月間っていうのもいいんですけど、例えばすごい狭いお店とかもあるんですよ。そうなってくると、ランの鉢1つでカウンターの席1つね、
塞いでしまうことも多々あるんですね。僕なんかもよく経験してますけど、持っていくと。そうするともう例えば10人くらいしか座れないカウンターで一つねカウンター席が潰れてしまったりすると、今なんか特にソーシャルディスタンスで、ね、間開けなければ特に間開けなければいけない時期ではないですか。だからもう本当にこう一席潰れてしまうと、とてもお店の利益を上げるという意味では大変なんですね。だからあんまりこう長いスパンで置いとけるお花っていうのが果たしてそのお店にとって得なのか損なのかっていうところも考えてあげて、それでお送りすると良いと思います。はい、ではね、お祝いのお花のちょっとねここでまとめをさせていただきますと、道行く人にね、ここに今日お店ができましたよって教えてあげたいっていう気持ちでねお送りするんでしたら、やっぱりスタンド花がいいです。でスタンド花でしたらもうね、その日綺麗でもう次の日はね撤去してしまう、そのような気持ちで送りましょう。特にねもう店が乱立してるところとかっていうと、隣のお店の前とかにもスタンド花が行ってしまうことが多いんですね。そうするとまあオープンしたその日はやっぱり隣のお店とかも、まあ、お祝いだからしょうがないよねって気持ちにはなるんですけど、もう次の日とかになったら自分のお店の前にやっぱり人んちの花があったりするのが結構ねこうクレームになったりすることが多いんですよ。なのでやっぱりねその日スタンド花だったらもうその日綺麗で、もうその次の日には撤去するような、まあ、そのような気持ちでお送りしてください。であと店の中に置くものに関しては、まあ、本当にカウンター席とランの端とかね綺麗でいいんですけど、カウンター席とかを一つ期間潰してしまうことになる可能性もあります。で観葉植物に関してはもうね1年2年っていうスパンでそこを潰してしまうような可能性もあるので、まあラン鉢に関してはまだねその相手のオーナーさんに聞くということはしなくてもいいかもしれませんが、観葉植物とか送る場合とかはもうその観葉オーナーさんがねここに観葉欲しいっていう方だったらそれでいいと思いますけど、そうでないんだったら狭いお店だったらそれはやめた方がいいです。逆に、まあ、乱鉢に関しても本当に狭いお店だったらちょっとね考えた方がいいかもしれない。広いお店だったらねやっぱり一月間ぐらいこう華やかに飾れるんでとても良い贈り物だと思いますけれども、まあ、そう考えるとお祝いね、店の状況がわからないんであれば、まあ、スタンド花かフラワーアレンジメントを贈るのがいいと思います。はい、はい、次にねもうお祝いというと会社のこう 社長就任のね就任祝いとか昇進祝いとかね、まあ、そういうこう役がね偉くなりましたよっていうねお祝いもかなりあります。まあそういうお祝いの時には何を送ったらいいのか、もうこれはですねやっぱり一番いいのは胡蝶蘭とかね蘭類がいいと思います。これね行くと分かるんですけど、もうその時になるともういっぱい胡蝶蘭とか蘭が来るんですね。だからじゃあねちょっと胡蝶蘭とかいっぱい来るから違うものを送ろうかなっていうね人も中にはいるんですけれども、まあ、実際にその胡蝶蘭がいっぱい来る中でそういうアレンジとか持ってくじゃないですか。そうするとですね見劣りするんですよこれが。でねやっぱりこう胡蝶蘭とかって高いっていう、ね、イメージがあるじゃないですか。だからその中でまあ、例えば同じ金額でねフラワーアレンジメントを持ってったとしても割とそのね結構会社の偉い方っていうのはお花のことをあまりよく知らない方もいらっしゃるので、まあ、胡蝶蘭イコール高いものっていう、ね、いいものっていう感覚を持ってる方も多いんですよ。なのでそこにフラワーアレンジメントが行くとどうしてもこうね札の名前で比べた時にこっちの方がいいものをくれた50段くれた人の方がいいものをくれたっていうイメージをねつけられないとも限らないんです。これがねまあだからねこれはですねちょっとね本当に他のね送られる方に見劣りするのが嫌だったらですねやはり胡蝶蘭を送った方が僕はベストだと思います。それも本当にこう目立たせたいんであれば3本立ちの胡蝶蘭は山のように来るので
5本立ちの胡蝶蘭とかだとやっぱりバンと目立つんですね。なのでもうねここはねもうお付き合いので本当に決めていいと思うんですけれども、すごく深いお付き合いでもう本当にこう目立たせたいんだったら5本立ちの胡蝶蘭、まあ、普通に行くんだったら3本立ちの胡蝶蘭みたいな感じでやっぱり胡蝶蘭を置くのが僕はね昇進祝いでしたら良いと思います。今ねここで多分ねこの画面の向こうで賛否両論あると思うんです。そんなことないよって言ってる人もいると思います。ただね本当に相手の反応をリアルに見てるのは僕たちなんです。恥をかきたくないとかちょっと見劣りしたくないって思うんだったら必ず胡蝶蘭を振っておいた方が絶対にいいです。はい、次にね出産祝いっていうのがありますね。出産祝いとかですと、まあ、病院にね持っていくのかご自宅に持っていくのか、まあ、そういうこともあるんですが、まあ、基本的には、まあ、小さいねアレンジメントか花束を持っていったらいいと思います。ただまあ花束だと花瓶がないとねちょっと飾れないっていうところもあるんですけれども、まあ、ただ、ね、小さい小ぶりの花束でしたらもう例えばグラスとかでも全然飾れるので、まあ、そのあたりはねあんまり気にしなくてもいいと思います。もうそんなに大きいものをね持っていく必要はないです。出産祝いに関しては本当に小ぶりで可愛いものをもう気持ちでね持ってってあげるといいと思います。はい、次にねお誕生日とか、まあ、例えばね、結婚のお祝いとか入学のお祝いとか卒業のお祝いとか、そういうお祝い事がありますよね。そういう時はねどういうお花を贈ったらいいかと言いますと、まあ、それはですねやっぱりフラワーアレンジメントか花束がいいと思います。まあ、よくねお誕生日で年の数だけねバラの花をプレゼントするなんていう方もいらっしゃいますけど、まあ、それだったらねもうこう持っていくんだったらやっぱり花束の方がかっこよくお渡しできるんですけれども、例えば花束だとその子にやっぱり花瓶が必要になりますよね。特に年の数だけの花束になると結構な量になったりします。まあ、その時に花瓶が必要になったりするんで、まあ、花瓶があるんだったら全然問題はないんですけど、花瓶がないんでしたら例えばフラワーアレンジメントにしてそのままね置けるような形にしてあげるとかね。そうするとまあいただいた方もそのまま飾れるんで便利ですよね。なので、まあ、そのあたりのちょっと渡し方によってねフラワーアレンジにするのか花束にするのかっていうのが、分かれ目になるんですね。もうこう手に持ってこうやって渡したいんだったらやっぱ花束しかないんですよ。フラワーアレンジメントだとちょっとねその渡す時の雰囲気とかちょっとぎこちなくなりますよね。やっぱりこうやって器を持ってこうやって渡すのと花束みたいにかっこよくこうやって渡すのでは結構ねその渡し方はやっぱり花束の方がかっこよいと思うんですよ。ただその後ね花瓶がなければやっぱりフラワーアレンジメントの方が飾りやすいですし、まあだからねちょっとね、まあ、そのあたりは一長一短なんですね。だからどっちが良くてどっちが悪いとも言えませんけれども、まあ基本的にそのフラワーアレンジメントか花束ね、どちらかでお渡しになったら良いと思います。はい、このようにお祝い事によってねちょっとね差し上げるものは変わってくる。このあたりをちゃんと分かってると素敵なねお花のプレゼントができると思いますので、ぜひそのようにしてあげてみてください。でね他のねプレゼントよりもやっぱりねお花のプレゼントってとってもね素敵なプレゼントなんで、特にね何をあげていいか迷ったら物をあげると、物ってやっぱりねこの好き嫌いとか何が好みだとかって分からないじゃないですか。まあね、その点ね、お花ももちろんね、好みはあるんですけれども、例えば、お花の好みを外すのと、例えば、ハンカチとかね、洋服とか、あと、置くものとか、用事にね、そういうものの好みを外すのと、かなりこう、差が出ます。お花は、基本的には、最終的には枯れてしまうものなんで、なくなるじゃないですか。ただ、こっちのものは残るじゃないですか。この残るもののしくじりは本当にダメージ大きいんですよ。なので相手が本当に欲しいものとかが明確に分かってるんだったらいいんですけど、分からないんだったら絶対お花の贈り物がいいですよ。これはね僕がね保証しますので、ぜひそういうふうにしてみてください。はい。
ここは皆さんにお祝いのお花で絶対失敗しない方法を伝授しましたが、ただね、お祝いにもこれ以外にもいっぱいお祝いってあります。だからこういうお祝いの時はどうしたらいいのっていう質問とか、あとね、私だったらこういうお祝いの時はこういう風にした方がいいと思いますとかね、まあ、そんなご意見とかそういうことがありましたら、どんどんねコメント欄にコメントください。またね、それによってたくさんね、お祝いごとのなんか常識とかね、そういうことが出来上がっていくと思いますので、ぜひ皆さんでね、その常識を作り上げていきましょう。ぜひコメントお待ちしております。はい、ではね、今日はこちらでこの動画を終了したいと思います。この動画がいいねと思った方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとね、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ではね、また次回お会いしましょう。 See you next time。 ありがとうございました。コメント待ちしております。